天気好きの皆さん、おはようございます。どんちゃんでございます。 PW アンバサダーに就任いたしまして、初めての苗が届きました。今日はね、楽しく紹介していきたいと思います。はい、というところでね、僕 PW アンバサダーに就任しております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ずっとね、園芸 YouTuber といえば PW アンバサダーというところで、目標にしてね、ずっと PW さんにメールを送っておりました。毎年毎年ね、だから時期ごとにアンバサダーのなんか応募があって、毎回応募してたね僕、いろんなアンバサダーに。なかなか当たらず、やっとこさ当たりましたので、ね、ここでね、PW さんから荷物が届きましたので、早速ね、見ていきたいと思います。秋の素晴らしい、今気持ちいいね、気持ちいい朝の中、動画を撮っております。気分が最高です。そしてコーヒーを入れてきました。いただきます。最高。皆さんもぜひね、まあ、コーヒーなど飲みながら、まあ、ラジオ代わりにね、このドンチャンネル聞いていただけたらなと思っております。でね、今ちょっと余談なんやけど、金木犀がめちゃくちゃいい匂いやね。隣のね、家にね、金木犀と銀木犀が植えてあって、もうね、金木犀の甘い香りと、そして銀木犀のね、さらにちょっとこう甘い強い香りがね、ダブルパンチで鼻にガーンときてるね今。本当に金木犀って何であんないい匂いなんだろうね。金木犀のなんか芳香剤とかあるでしょ、あの匂いじゃないっちゃね。金木犀はあの金木犀の匂いがいいんだけど、やっぱ似せても似らんっていう、そこがね、やっぱ金木犀の良さかなと思いますね。そう、あのね、黄色い小さい花がいっぱい咲いてね、そしてね、咲いてる時期も短いでしょね、え、ほんとけなげに咲いてね、いい香りさして、また来年ですよ。今ちょうど風に乗ってきました。こうふわーっと、ね、気持ちいいですね。というところで、早速段ボールここに持ってきたいと思います。せーの、ドーン、はい、届きました。 PW ね、いいですね、こういう箱で届きます。さあ、見えてますか、届きました、ね、これです。さあ、早速ね、中開けていきたいと思います。さあ、どんなのがね、入ってるんでしょうか。皆さん、あんまりね、 PW アンバサダーとかなってない方は馴染みがないかもしれないですけど、お花屋さんにね、PW 苗、PW ってほんと P と W 苗がね、売ってるんだけど、すごいよく育つのよ、本当に。で、その PW さんがお花をね、育てて、まあ、インスタとか YouTube とか、まあ、そういうのでこう成長過程をね、アップしてくださいっていうのが PW アンバサダーで、年に、まあ、1回か2回、まとめて送られてくるのか、分けて送られてくるのかちょっとわかんないけど、そういうアンバサダーです。アンバサダーです。まあ、とにかく育てて、まあ、視聴者の方にこういう苗ですよっていうのをね、お届けするのが PW アンバサダーの仕事かなと思いますので、まあ、どんちゃんをね、まあ、育てながら、まあ、ここがいいとか、ここがダメとか、辛口で言っていきます。まあ、辛口っちゅってもね、PW さんの苗はね、すごいから。じゃあやっていこうかな。さあ、どの苗ちゃん行きましょうかね。いっぱい入ってる、いっぱい。まずは、こちらから行きましょうか。まずこちら、じゃーんと。これ何でしょうか、ガザニアビースト。来ました、ガザニアビースト。ガザニアビーストのカナリアスマイルですね。これはすごいよ。ね、一株でこんなに大きくなりますと。こんなに、ガザニアって結構ね、路地とか植えてあって、すごい大きくなって、もうなんかその辺全部ガザニアみたいな、もうそういう新色されてる感あるけど、まあ、こういうお花ね、一輪だけ咲いております。こんなにね、小さい苗がどんどん広がっていくんだってね。え、で、育て方はね、後ろに書いてあるんだけど、
分岐性がよくぎっしりした株が楽しめる小輪束花性ですね。黒い模様が入れないすっきりした花色と、キク科ガザニア属、半耐寒性多年草、春から秋に開花すると。で、約マイナス5度までいけるらしいですよ。まあ、寒いね地域の方もいいんじゃないでしょうか。草丈は20から30センチ、草幅は4、50センチですね。花壇プランター鉢植えなどに使えると。水はけのうちに観光性肥料を与えてください。一日中日のよく当たる場所、午前中に日がよく当たり、午後は木陰のような日陰になる場所に置いてくださいと。まああんまりこう夏のね直射とかはまあどの植物もきついから、ちょっと日陰になる場所でもいいんですよと。まあ極力日に当ててくださいということが書いてありますね。で、花後は害虫スリップスなどの対策を行ってください。スリップスアザミウマですね。アザミウマはアガベの天敵でもありますから。私はね最近ね農薬の勉強しながら、いろいろこう試行錯誤しながらやっております。はい、ガザニア、ビーストとカナリアスマイルでした。こんな感じでねどんどん紹介していきますから、ぜひごゆるりとごゆるりと聞いてください。そしてこの動画はまず紹介動画で、植え付けの動画はまた次の動画にしようかな、あんまり多いからね。はい、じゃあ次行きましょう。さあ次はねこのお花行ってみましょうか。楽しいねこれ、嬉しいよね。 PWNI がこんな家に届くなんて。こちらもガザニアですね。ガザニアビースト、シルバーティガー、かわいいですね。シルバーティガーです。分岐よく花色が可愛い小輪栄養系ガザニアだって。分岐性がよくぎっしりした株が楽しめると。まあこれ先ほどの説明と一緒ですね。ガザニアビーストと、まあガザニアビーストは種類だからね。シルバーティガーね、シルバーティガー、オレンジ色だね結構。で、葉っぱの特徴があるよね。このガザニアビーストカナリアスマイルはこの緑色だけどね、シルバーティガー、シルバーなの。ほらちょっと銀色がかっとってね、これは可愛いと思う。でこのオレンジね、ガザニアってなんかこの黄色のイメージだけど、オレンジのガザニアあるっていいね。暑さ寒さに強く長く楽しめると、この銀色の感じがいい、素晴らしい。ガザニアね僕植えたことないのよ。他の人のね家にうわいっぱい増えてんなっていう記憶しかない、あんまりガザニアの良さにまだ気づいてないから、これから気づけるって幸せよね。さあ次行きましょう。次はこちら、じゃーん栄養剤までつけてくれとる BW さん、木が効きすぎとる。そしてこれ目の前にサスティがついて、もうサスティで水ねチューチュー飲むぐらいのスタバな感じで入ってました。花工場住友化学園芸さんのね、これありがたいね。チッソリンカリが85ですね。なるほど、いやーこれはありがたいな。ちょうどね液肥なくなってきてたから、いやありがたいね。チッソリンカリね、チッソは葉や茎ね、でリンは花、カリは根です。覚えました？チッソは葉、リンは花、カリは根です。でこの花工場は85だから、ちょっとお花にね特化した栄養剤やね、でカルシウム、マグネシウム、硫黄が入ってて、この微量元素がねかなり必要なのよ、チッソリンカリだけじゃなくてカルシウム、マグネシウム、この辺の微量元素、この辺を注目して買うと非常にいいです。ありがとうございます。これ余談でしたね。次はこちら、じゃーんと、はい、ド定番ネメシアアロマンスバニラチェリーきました。わ、バニラチェリーは初めて見たかもしれん。ネメシアアロマンスのちょっと名前出てこないけど何やったかな、なんか紫色の前植えたけど、バニラチェリー味は初めてやね。新しいのかな。とにかくねネメシアはいろんな香りがあってね、いろいろ楽しめて、強いし大きくなるし、もう切れば切るだけね大きくなるっていう、これネメシアといえばね PW さんじゃないかなと思いますね。今からの季節ねもうめちゃくちゃいっぱいで、
あれ花売り場に行ったら香り強いなみたいな、どこからの香りかな、あとは大体ネメシア、ビオラパンジーはあんまり香りしないけどネメシアはすごい可愛い、育てやすいと三拍子揃っております。ネメシアアロマンスバニラチェリーでした。こういう感じ可愛いですね。で一応育て方見ときましょうかね。方向性品種、種がつかないため株に栄養が集中し長く花が楽しめると。人気のバイカラーですね。半耐寒性多年草で開花時期春と秋、約マイナス7度までいけます。多年草でまあ超えるんだけど夏の暑さにねちょっと弱くて枯れちゃうというパターンがね多いから、本当に北向きで涼しいとこで置いとけばいいのかもしれないけど、ちょっと夏越えがね難しいかなという印象はあるね。で高温多湿時にはできる限り風通しの良い涼しい場所で管理してください。やっぱ書いてあったやろ、書いてあった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 でしょ、書いてあるっちゃんね、うん、僕だいぶ育ててるからね。で高温多湿って本当に弱いのよ、水切れに弱い、もうねくたーなりますからね。今からの時期は全然大丈夫だけど、もう暑い時期ちゃんと風通して日陰でもう安静、それが一番です。ネメシアアロマンスバニラチェリーでした。さあ次行きましょう。ちょっとコーヒー飲もうかな、ね、楽しいですね。で皆さんのねあの PW 苗の思い出、今年はね何を買いましたとか買ったことありますとか、そういうのねぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、じゃあ行きましょう。次はね4種類一気にいっちゃうからどん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 出していきます。はい、というところでいっぱい来ましたね。ヒューケラシリーズです。ヒューケラドルチェね、 PW さんといえばヒューケラドルチェ 1,2,3,4,5 5株入っております。いろんな色があるから見ていきましょう。まずはこちらヒューケラドルチェブラックジェードですね。はい、こちらです。色味はこんな感じ、紫色でね、これまだね大きくなってきたら色がねガツッと黒くなると思うんだけど、この表面ちょっと黒みがかってる感じ、わかります？裏は紫、ちょっと太陽の光でわかりにくいけど表面黒、かっこいいね。で寄せ植えをおしゃれに仕上げる宿根草と、そうこういうのをね寄せ植えに一個ポツッと入れてあげると素晴らしいね、あの引き立て役になる。うん、うわ寄せ植えに入れたいな。でもね僕ねヒューケラをヒューケラだけで育てるのが好きなのよ。でヒューケラって強いからヒューケラだけ生き残りがちなのよね、結構大きくなるし。だからヒューケラはヒューケラで楽しんで、まあその僕の場合花壇とかじゃないから、まあ、プランターの中でこう配置でちょっと彩りを加える、そういう役割をしてくれてます。これがブラックジェイドですね。で次こちらヒューケラドルチェチェリーコンポート、これです。赤いです。花色がちょっと変わるんかな、3種類書いてあるけど、高温期にはグリーンになる品種が多い中1年通じてレッドカラーを楽しめます。温度の高い時期や鮮やかなチェリーレッドは温度が下がるにつれチェリーを煮詰めたような落ち着いた色合いに深みを増しますと。耐寒性多年草ですね。最低温度はマイナス20度まで。地植えしてたけどへっちゃらだったけど夏の暑さにまたこれ弱いのよ。だからね夏よね問題は。あの僕が住んで久留米市は本当ね40度近くなるのよね。蒸し暑いしそこでダメになるっていうのがうちの課題です、ね、ヒューケラドルチェチェリーコンポートはずっと赤で色がねまあ紅葉かな、寒くなるとどんどん濃くなってくると、そういうヒューケラですね。で次いきます。ヒューケラドルチェシルバードゥーク、これです。色味はこんな感じ。このねなんちゅうかな、このシルバーまだまだシルバーな感じないけど、これからシルバーになってくるんかなと思ったらワクワクするね。シルバーグレーにブラックの葉脈が印象的で、フリンジ場から覗くパープルのハウラとのコントラストも美しい。温度が高い時期はシルバーグリーンがかり、低い時期はパープルが強くなりますと。この表面がシルバーになるんだって、こんな感じですよ。まだまだねこの間紫が強いけど大きくなってきたらシルバーになってくるんだろうね、まあ、シルバー系って言ったらまあなんかね表面にこう、まあ、毛が生えて、さっきのガザニアビーストシルバーティガーみたいな、こんなね
銀葉というか、まあ、銀色に見えるような葉っぱあるけど、ドルチェはねどんな感じなんだろうね。ヒューケラドルチェ、まあ、銀色の色味が出てくるんかな、それともこう毛が生えて銀色に見えるんかな。楽しみやね。シルバードゥークさんでした。次はこちら、ヒューケラドルチェシルバーガムドロップ。かっこいい名前やね。これもシルバー系かな、葉っぱはこんな感じね。ちょっとシルバー、裏は紫でね、なんとなくシルバーで、葉っぱがちょっとなんかシンプルなふわふわした感じ、まあ、そんな感じがしますね。金属的な光沢が珍しい品種です。温度が低い時期に光沢感が強まり赤みがかります。環境より部分的に葉が傷む場合がありますと。ちょっと弱いのかもしれないね、まあ、シルバーが強くこう育てられた分、まあ、それなりの障害が出てくるっていう感じかな。まあでもすごいよね、シルバーガムドロップ、シルバードゥーク、2つね並べてみるとこんな感じ。ちょっとシルバーガムドロップの方がシルバー感が強いかな今はね。かっこいいね、ヒューケラちゃんはね。で最後、最後はこちら、ヒューケラドルチェブラックベリータルトです。はい、色味はこんな感じ。まあこれは、まあ、ブラックベリータルトなんだろうねブラックのベリーのタルトやけん、ちょっとこうブルーベリーのような濃い紫が出るんだろうね。夏の暑さ直射日光に強い品種です。フリンジバレー、温度が高い時期は黒紫色ですが、温度が低い時期は紫色が強くなりますと。これは日光に強いんだと、暑さにね。だからまあ原種に近いというか、やっぱ色味がこうガツッと入ってるのは夏に強いし、こうやってなんか園芸品種的な、まあ、色味がねこうちょっとこう銀色とかそういうのはやっぱ弱くなってくる、まあ、どのね植物もそういう感じはあるんじゃないかなと思いますね。はい、というところで見てきました。何株入ってたこれ、 1,2,3,4,5,6,7,8,8 株入ってました。そしてね、なんかまだ今後少し落ち着いたらまた送られてくるということでしたので、いやー開けるだけでこんなに動画が長くなりましたと。皆様ね近くで見ていただきましたけれども、好きなのありましたか、ぜひねコメント欄で教えてください。でこれを次は植え込みをしていって、あの僕多分かなり喜んでる動画になると思いますので、よかったらチャンネル登録と、高評価ボタンよろしくお願いします。いやーほんとね、 PW アンバサダーとしての初仕事になりますので、これからもぜひ応援してください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。